車両内部9501系機動車は、韓国鉄道公社の機動車、CDC という愛称がある。通勤列車と、無群ファ号及び、海列車、平和列車に使用されている。1996年から1999年までに131両が、大宇宙工業で生産された。先頭車9501型と中間車9601型で構成され、 3から5両編成で運用される。車体は全面形状、側面窓などが線形電車後期型に類似している。両形式ともに片側2箇所に両開きドアが設置され、低いホーム用にステップがあるので、ドア付近だけ車体壁が下へ飛び出している。ドア付近はロングシート、ドア管と車端部はクロスシートである。クロスシート部は初期車は4人掛けボックスシートであったが、 後期車は二人掛け、転換クロスシートとなった。また、初期車は、全面ガラスが一枚なのに対し、五両、編成登場時からは、中央で区分された二枚ガラスとなっている。トイレは両形式とも一箇所ある。液体式変速方式で最高時速1 2 0トル。1996年4月1日に、トンイル号の都市通勤列車として、 東海南部線の富山駅へ運で期間に3両編成が投入され、ついでてぐ線、東海南部線、群山線、全羅線、ソウル郊外線、賃海線、喜び全線に投入された。またポスコ通勤線用に4両編成が歩行地区に投入された。続いて1997年6月16日より9601型を3両。 挟んだ五両編成を軽減線に投入し、客車ピドルギ号を置き換えた。それまでの車両が、国鉄標準の白、黄、緑の塗装だったのに対し、五両編成は花柄をあしらった塗装で登場した。五両編成は、軽減線にも投入されて、客車トニール号を置き換え、ソウル近郊に残る客車ローカル列車を淘汰した。後期には海をモチーフにした、波、イルカ、カモメ、 1998年製造車用は、韓国鉄道100年マークが塗装され登場し、湖南線、京善線に投入された。これらは、編成ごとに色分けされて登場したものの、検査などによって、編成は散らばってしまい、模様が一両ごとに違う列車も珍しくなくなった。現在では、新愛変更によって塗色が変更され、カーイル仕様の塗り分けに統一されている。 登場から5年足らずで全国に勢力を張ったが、電化の進展や、運行系統の整理、利用者の伸び悩みなどで、通勤列車の運用は減少し、2007年までに、ソウル近郊を除くほとんどの区間から撤退した。9501系、海列車通勤列車の運用削減が行われ、余剰となった車両が増えたことにより、このうち3両1編成が、 観光列車用に改造を受け、2007年7月25日から、霊東線の高梁駅と山直線の山直駅を結ぶ観光列車、海列車として運行を開始した。改造点は、ドアの片側1カ所削減及び座席化、側面窓の拡張、座席を海側窓へ向く形に配置、各車両に一室ずつ二人お個室を設置、などである。 車体も海をイメージしたイラストへ一新されている。全車両座席指定で3両のうち2両が特質扱い、1両が一般室となっている。2014年に1両が追加改造され、1月4日より4両で運行している。また、2014年5月4日から、軽備線の通勤列車を置き換える形で、非武装地帯の観光を目的とした平和列車に改造して、 運行を開始した。同年8月1日からは、軽減線でも運行を開始した。ムグンファ号へ改造された9501系、機動車余剰となった一部編成は、ムグンファ号機動車 NDC の老朽を機換のために改造された。車体外観は、海列車に準じた改造で、ドア片側1カ所削減、窓の大型化、座席のリクライニングシート化。 塗装の変更などが行われた。2008年4月15日より、京府線、京前線で運行を開始した。2009年2月現在、余剰となった車両に対する無群破口への改造工事が進行している。最初に改造された一編成を除いて、車両番号が9500.96005台から9000.91005台へ、改版されている。 最終的には4両編成20本が出揃う予定。この改造車両に対しては、改造型無群波動車、RDC という愛称がある。韓国で制作されたアニメーション、キティポティティポではこの車両をモデルにした、ブンブンという名前のキャラクターが登場するが、実車にある後ろ寄りの乗降用ドアがなかったり、全ブレ結ケが格納式になっていたりと実車と異なる部分がいくつか見受けられる。 ありがとうございます。